受講生さんの声ということで久保博恵先生にお越しいただきました。今日は先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先生は経営塾はどうして会場と思ったんですか。そうですね、今年はちょっとリトミックが人数が少なくて、クラスもすごく減っちゃったので、ちょっとどうにかしたいなと思って、はい、先生はなんと広島からご参加で、大阪来たり東京来たりとですね、もう本当に遠いところありがとうございました。あの素晴らしいね成果が出たんですけど、なんとピアノとリトミックさん合わせて、なんとこの6ヶ月の間にお問い合わせ何人でしたっけ。はい、21人です。素晴らしい、おめでとうございます。素晴らしい。まあそれはね、なんでこんなね、あの爆発的に増えたかというと、まあ一つには、先生は昔のホームページと、古いホームページと、まあ、古いブログを持ってらっしゃったんだけど、まあ、それをちょっと改善しようということで、新しいホームページを作り、新しいブログを書き、新しいブログどうですか、書き方やっぱ今までと全然違って。そうですね、今までなんか好き勝手に書いてたので、なるほど、ちょっと書き方を習って、あと Facebook も Facebook ページの2つ書いて、 Facebook もされてたんですか、前から。入ってましたけど放置状態で見るだけ見るだけ、はい、Facebook からもちゃんと運用するようにして、でなんとなんと今日また一ついたね、 YouTube は経営塾入ってから作ったんですよね。そうですね、それまでも見たことがなかったです。え、見たことなかったですね、はい、今どこですかね、 YouTuber の盛り上がり具合。そうです、ね、すごいですよね、あれね、うん、まさかその YouTube に自分が、はい、ね、はい、大報告でですね、YouTube 動画はもう今何本ぐらいあるんですか。今60本ぐらい。あ、すごいですね、はい、ちょっと100人に、ね、迫る勢いなんですけど、その、まあ、あの主力コンテンツというのが、もう先生すごい得意分野を持ってらっしゃって、あれは何てやつですかね。手袋シアターです。こう、はい、こうね、はい、手袋でこういろいろストーリーがあって、はい、すごいお子様やね、あの保護者の方に人気っていう。もうあの手袋シリーズは何個ぐらい出したんですか。そうですね、20は20ぐらいですかね、まだ20しか上げてないと思います。もうこのたったでその2ヶ月ぐらいであの60本近く、しかも手袋シアター20本以上上がってて、これがめっちゃ大ヒットでですね、なんとある1本の動画はまだ2ヶ月ぐらいしか回ってないのに、なんと再生回数どのぐらいでしたっけ。850回いきました。もうこれで1000いきますよ。もう絶対ヒット動画の匂いがするもうそんな感じで、ね、あの動画保護者の方も見てるの。あ、そうですね、あのリトミックの子供さんもよく見てるみたいで、楽しいの。ありがとうございます。ね、あれ作るのもきっと大変な、かでもお好きなんですよ、作るのがね。そうですね、もうだいぶ昔に作ったものです、うん、でね、素晴らしい成果が出られたんですけど、あの先生、経営塾入ってなかったらどうなってたと思います。そうですね、なんかリトミックなんか今年皆さん、お友達の先生とかでも集客がなかなか難しいっていう話を聞いて、ちょっと今ね、そうですね、ちょっとね、子供さんも少なくなってきたのかなと思って、だいぶ減ってきてたので、うんうん、はい、とてもありがたいです、うん、ありがとうございました。先生、ピアノ経営塾はどういう方にお勧めいたしますか。そうですね、集客とかやっぱり悩んでらっしゃる方は、うんうん、はい、とてもいいと思います、うん、ぜひぜひ、はい、あの素晴らしいね、 iPad も持ってらっしゃるんですけど、今まであの iPad は何のために使ってたんですか、はい、バスティンのゲームのアプリがあるんですけど、ゲームだよ、ね、それのために買いました。今大活躍で、はい、まあ、なんかちょっともうちょっとみんな見せた、もう今今日大ヒットで、これ、はい、こういうね、これをあのうまく使って、これすごいなんか便利そうな、これ実はどこで手に入れた、はいはい、ダイソーです、ね、もう今絶対、はい、追加注文お願いしようかみたいな、まあ、こういうのですね、やりながらすごいたくさん楽しい動画を撮ってるので、もしよかったらね見ていただければと思います。はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。